こんにちは、土の子です。最近ね、ちょっとゲームいっぱいやってますが、さらにね、ダウンロードゲームで面白そうなゲームが出たよってちょっと教えてもらったので、キューブクリエイター 3D やってみようと思います。僕実はマインクラフトはね、やったことなくて、人のね、プレイを見て、ああいいなー、やってみたいなー。でも、PC のね、取り込みがちょっと今できない状態なので、なんか羨ましいなと思いながらやりたかったんです。で、なんかね、マイクラ的なゲームもできたし、確か今年の冬か来年の春あたりにドラゴンクエストのね、マインクラフトも出て、それもね、やりたいなと思ってるんですけど、まあそれの慣れるようにみたいな感じで、 3DS だとね、動画撮るの慣れてるのでやってみたいと思います。とりあえずサバイバルモードで、いろいろこう生き抜くダンジョンとかがあるんだよね、多分。それをね、ちょっとやってみたいと思います。さあ、どんな感じなんでしょうか。さあ、降り立ったのは、おお、これで上左右見れるんだね。あらあら、いいじゃないのどかじゃない。これで見えて、ジャンプ、ああなるほどなるほど。うわ、硬い。木材を手に入れた。あ、木は宙に浮くんだね。マイクラでもそうなのかな。あんまりそこら辺はね、気にしてみたことなかった。お、クマがやってきましたね。どう見てもなんか敵意を感じるんだけど追ってきてる追ってきてる。これで何をやるのかな。まずは、あ、なんか上に登れそうだから、ちょっと上登ってみようか。結構山の上って感じなのかな。道に迷った時はね、山は上に行くといいんですよ。上にはね、道がないですから、一本しかなくなるでしょ。そしたら山道がね、見えるみたいな、上から見下ろすといいんです。え、ちょっと待って何ここ。今だいぶ上に上がってきたけど何にもない。崖もしかして。あ、左行こうと思ってもいけない。あ、ここはあれなんだ、ずっと常に世界が続いてるわけじゃなくて。うわ、なんか今ゾクッとしました。青色の箱、あれ何これ青色の箱の中にいるのかと思ったら、空、上は空がありましたねここしか見てないから、なんか青色の壁に囲まれたみたいに思っちゃったけど、上見たら空があるから、そういうわけでもないみたい。わかんない。でも空色のなんか壁かもしれない。右行けないんだもん。だってじゃあまずは、ん、まだぐるぐる言ってないもうなんで来るの。もういいから来なくて。多分なんかアイテム作るんでしょうね。マイクラでもなんか武器を作って身を守ったりしてたので、は知ってるので。あ、うわ、増えてる増えてるじゃん。どうやって逃げるの。これは誰、これ何、これ、あ、な、おお、仲間じゃないし、いきなりビーム撃つような敵が出てくるの。そういうゲームちょっとなんかホラーになってきたんだけど、僕ちょっとのどかにね、家とかを作るゲームなのかなと思ってすごくワクワクしたんですけど、いきなり骸骨にビーム撃たれるゲームなのこれは。うわー、また来た。ちょっと勘弁してくれ。これ攻撃したら、これ赤は多分当たってんだよね。よし、ちょっともうガチで、クマとバトルだ。いやー、ちょっと勝てないんじゃない。おわ、勝った、勝ちました。これ、あれ、ちょっと待って、これ水の中はどうやって入るのかな。あれ、あ、そのままで、あ、こうやるという、あ、やっぱりなんかある、あれ取りたいんだけど、
生の熊肉を拾いました。なんかクリエイトできるものが、あ、この画面で新しく、アイテムクラフトできると。クラフトしたいものを選びなさい。シャベルとかクワとかだよね。斧とかいいんじゃない。あ、待って、できた。もう、もしかして、あ、木の斧ができた。あ、よし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 、木材手に入れた。うわ、ちょっと勘弁してよ、ほんと。いきなりこれ、あれ、自分は見ることができないんですかね。ちょっと自分が見れる方法あったら、自分を見たいんだけど。マイクラはね、皆さんなんか自分やってね、僕もあれやりたいんですけど、自分を見せて、喋るの。あれできないのかな？手くるくる回したりしたいんだけど、僕も。とりあえず木材をたくさんゲットしとこうか。斧作んなきゃダメだもんね。なんか全然木材を手に入れたって出てないんだけど、大丈夫かな。そしてなんかすごい暗いんだけど木の斧が壊れたちょっと待って。あ、手に入れてる入れてる。斧でいいんだよね。とりあえず斧いっぱい作っとこう。まずそこからだよね、多分ね。ちょっと寝よう。 R 寝る。え、これ寝て起きてこんなに暗いの。まだ手に入れてるんだよね。ああ、手に入れてる入れてる。何にも出てはこないんだ。お、リンゴを拾った草を買ってたらリンゴ拾いました。光の苗木、これもしかして、これは植えたら、光の苗木は植えたら、おき、おおおお、なになに、早すぎでしょ成長早すぎでしょちょっと衝撃だったんだけど今の。なるほど、これで永久的にこれで取れっていうことですね。あ、ボタンを押さなくてもいいんだ。いやー、楽だわ押しっぱでいいって言ってよねずーっとポチポチしてたよ。ちょっとライフが少ないんだけど、どうしようかなちょっとね、ライフが少ないんだ、おっさん。牛さん、こう、お乳飲めたりしないのかな。乳牛だね。できないよこんなリアルなのもう なんかやっていいよみたいに止まるから、ダメだ、僕にはできない。また来たの？あれ？あ、やばいやばい。あ、なんか落ちちゃった。よし、熊肉拾った。いやー、やっぱ武器ができると全然違うね。あー、木の剣も作れるんだね。ツルハシも5個、剣も5個ぐらい作っとくか。で、斧はいっぱい必要だから10個。
リンゴを食べて体力回復と。お腹がいっぱいです。さてちょっと広場をもっと広くしよう。なんか来たねまた。よし、こっちには剣があるから今度。熊と剣で対決だ。あ、よし。あ、豚さんいるよ。豚さん。ちょっと待って。つぶらな瞳すぎるでしょ。できないよ。お腹が空いてても。豚丼しちゃいました。豚を移動させる。何これ。あ、落ちる。え、宙に浮いてるんだけど。勘弁してよ、ちょっと大丈夫このゲーム。宙に浮いたんだけど。大丈夫こんなゲームだったっけ。ああ孤立しちゃった。ちょっと後で見に行こうと。あれ戻れるのかな自分で。やばい、僕でももう助けられないよ。ごめんね。よし、とりあえずこんぐらいでいいかな。広さはねこんぐらいで、近くにね湖もあって、水もあるといい場所じゃないでしょうか。じゃあね、こっからちょっと作っていきましょうか。まずドアを作らなきゃダメだよね。ドアはこの豚さんをいつも見ていたいから、あーどうしようかな。こういう風に作ろうか。ちょっと暗くなったから寝袋に寝ます。あ、寝袋で寝たらいなくなってる。どこ行っちゃったの。なんだ、じゃあしょうがないや。拡張性をね考えて、ここにドアを作っていきましょう。ああ、なるほど。下に向けなきゃいけないね。ここに、おお、ドアできたできた。おお、いいじゃん。よし、まあとりあえず木材置いていこうか。よし、とりあえずね壁だけ作りました。まだ全然なんだけどね、向こうはね。まずは1枚壁、ができました。よし、こっからね、次回は、ちゃんとね囲いを作って、家をねどんどん作っていきたい。で、上もね綺麗にしていきたいです。さあさあ、本当にねマイクラ的なドラマは待ってるんでしょうか。なんか非常に不安ですけど、毎日ねちょっとずつ続けていこうかなと思います。もしよかったらね次も見てください。それじゃあ土の子でした。